はい、どうも皆さん、こんにちは、もちゃ TV です。今回もイニグルメ2018アプリやっていきたいと思います。ということで、今回はですね、オンチャレ来てますね。はい。いつも通りね、オンチャレの2番をクリアすると、まあ、ゴールド以上のチケットが引けるということで、今回ね、まあ、この金スカット、まあ、スタメンは全員金、まあ、星3に抑えて、ベンチにメルテンスと、まあ、ハムチクといった黒をね、入れて、このメンバーでね、今回ちょっとオンチャレやっていきたいと思います。これあれでしょう、なんか周回しやすいというか。そうだね。まあ、なるべく GP で黒玉とかいっぱい入れちゃうと、うん、まあ、せっかく稼いだ分がそこで削り取られるから、はい、まあ、ちょっと金の、そうね、ちょっと比較的安めのスカットを組んでおります。はい。言ったところで、オンチャレでね、まあ、がっつり稼ぎたいのもあるんですけど、うん、まあ、ジーコの金のガチャが引ける。そう、金と銀だっけ、これが要は金で引けて、うん、あとはもう一個が確かもう一つ来てるイベントの2番かな、はい、クリアすると銀のやつも引けるんで、まあね、2回引けるから、それでもまあ取ってもいいんじゃないかといった感じで、まあ表 TV まだ出してませんけど、いや出ないね、まあ最後ねちょっと意地見せようかなといった感じで思ってるんでね、まあこの後ねレジェンドっていうとどうなんだろう、まあマラドーナとか来たりとかするんだけど、マラドーナ、まあほらね、あとまあジェラードとかも来そうな感じするよ、ね、まだねやっぱねジーコね持ってないから何にも言えないんだよね。そう、そのやっぱ持ってないことに関しては使用感とかもそうだし、うん、ね、そんなどうだとか言えないんだけど、なんとかゲットしたいなというのはありますね、使ってみないとね。さあ、まあ、ということでですね、まずはまあオンチャレ、まあ、オンチャレもねやりたいんだよね、結構がっつり。そうだね、オンチャレをやんないと結局枠を増やせないんで、そう GP が溜まっていかないから本当に、まあいろいろなねスカットを作りたいんでね、やっぱりオンチャレをマジでやらないといけない。これ相手も星3なのかな。そうだね、うん、まあ、今回ねマノラスとかも来てるんで、マノラスとか入れたりとか、あとまあ前線は基本的にこねれて、まあ足の速い選手を置いて、はいはいはい、あとはワンタッチパス、ワンタッチパス持ちのマンジュキッチだね、はい、置いて相棒にムバッペと言ったみたいです。マンジュあそこで持つのは結構危険だよね。ワンタッチ出すんだったらもう最高だね。ワンタッチだね、ワンタッチ役ですね。そうそうね、最後、うん、ちょっとこれ流れちゃったね、うん、ボール。監督はこれ誰なの？ジーズスなの、ね、はい、というとも結構攻撃は多めでいますよということで、うん、まあスカットね普通に抑えてるからジーズスでも十分入るといったところで、バック、うん、あ、バッカ使ってますね。はい、さあこういうね金の、スカットとかもね、うん、非常に強い選手発見できたりとかもするし、そう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 、いい機会だよね。おーっと、ここ真ん中空いた。さあスターリング、おー、ナイスキー、うん、止められる、ナイスキー、ナイスキー。ムバッペとかもね、とつっていけば本当黒にと同じぐらいか、それ以上の力発揮してくるんで、そうだね、ムバッペは確かにちょっと、できれば狙っていきたいね、スカウトとつりたいよな、うん、さあレナト・サンチェスとかもそうだね、こういると。でこれがおい、ね、キーパーがあそこまで出てきたプレシジ、うん、間違えてるかな、ま、うん、多分まあ間違えたっていうか、うん、ミス、そうだね、上がってきちゃうことあるらしいからね、うん、スターリングもなコンディション安定度が4ぐらいな、4なんだよね。なるほど、めちゃくちゃ強いんだけど、うん、ちょっとコンディション安定度低すぎだろっていうのは気になるけど、やっぱ入れちゃうよね。まあ、金とかのねスカットだけだったら、まあ、十分入ってくるかなっていう、本当使いやすい。さあここでまずムバッペがね1点早い、蹴り足早かったムバッペね、マジでね今26レベルぐらいなんだけど、うん、1卒してて35までいくんで45ぐらいまで来てえな。そうだね、うん、ムバッペは本当にかなりのやっぱ強さやばいね、うん、本当に黒玉よりかムバッペの方がいいっていうのが進化させてったらあるからね、うん、とつってったらあるかもしれないぐらいの強さなんで、うん、さあ決めていく、うん、なんか珍しいタイプというかジャンプが一切その能力値は高くなくて、うん、であと他が全部あるっていう、そうだね、あれなんで、まあなんか一人、うん、あ、終わっちゃった、これ終わりです、ね、あ、はい、まあこうやって切ってくれた方が早くね終わるんで、こちらとしてはねあのエナジーってこれ減ってるのかな、10だね、うん、なんでまあ別にいいんですけど、まあということでですね、これで一応、ジーコゴールド以上と
言った感じで、ガチャが一回回せます。よーしこ、いやということでね、まあ、オンチャレはですね、やっぱりあのメンバーで、うん、あの回ってって、まあ、サラーとかマノラスとか結構新しい選手入ってきてて、今近年で今ね狙ってる選手でパパサソプーロスとかサリウマネとかね、今結構あのスカウトオークション落としてとかしてるんで、またね、はい、ああいったあの動画も作れていけたらなといった感じで、まあ前回紹介しましたけど、バルケータ、はい、ケータもしっかりベンチに行って、まあ絶好調だったんで、ちょっと後半ね使いたかったんですけど、まあまたね、なんかこういった金玉の、まあこれ一応スタメンがオール金玉なんで、はい、こちらのスカートのね、あの動画みたいなのも出せたらね、いいんじゃないかなということで、今回はね、まあ G コガチャ金と銀引いていきます。引きましょう。はい、ということでですね、報酬引いていきましょう。ということで銀のガチャはですね、動画外でちょっと試合して落としました。はい。いけいけ、一応ねこれ見たら100分の1なのよ。なるほど、マジで運良ければ、あ、これに関しては40分の1金に関してはね。なるほど、すげえ。いやこれ40分の1って結構じゃん。結構、まあ、いいぞ。結構結構、こっちが100分の1か。まあ普通は100分の1なんだけどね、うん、まあこっちから行こう。まあ、まあどっちみち 0.3 だからな、黒が落ちる確率は。だからまあ100分の1っつってもまあもう銀がいっぱいっていう感じなんだよ、ぶっちゃけて言えば。くい、まあまあ金でね、まあもうここ引きまくってくからね、ここらへん。うん、はい、今更って感じだよね。うん、問題は金だよこれや。まあでもね、ぶっちゃけ雷が鳴るか鳴らないからね、このジーコの場合は。うん、うん、ベッカムの時はほんと黒来たらそれだけでどうだみたいなのがあったんだけど、雷が鳴らなかったら意味がない。いや、これマジ40分の1だからな。ビジーってなんかすごい中国。わー、まあ金だろうね。パオリン、まあまあまあ、当たりじゃん、まあ、地面に嬉しい。え、当たりじゃね、普通に普通に当たり、なかなか来なかったよ、うん、この前仕事回した時もパオリンなかなか顔出せなかったよ。ハムス見たいけど、これさ、何突今、これ今ね、見てみようか。この人はね、なんと試合でも2体使えることできるんじゃないですか。いや、あの、公衆交代の方と。いけんの、試合。あ、2体いるんだよ。だってさ、PSO もさ、2体。あれ、笑っちゃうよね。ハウリーニョ、うん、双子みたいな感じで。ハウリーニョはね、ちなみに、まだ優秀な金スカートの時とかにも、紹介はしないんだけど、はっきり言ってものすごい優秀なんだよね。あ、いた。45か。で、これで50だ。そうだよ。すげえ。はい。これであれか、50までいったか。そういいね。この金のパウニーニョは全然あのガチャの中だったら当たり。もうそろそろ26レベルになると、うん、言ったところの25レベルです。まあ、182センチなんだよね、うん、で、まあ、まあ真ん中なんですけど、能力値こんな感じで、まあ、オフェンスセンスとかも結構まあまあまあそれなりにあって、まあ、ズバ抜けてはないんですが、平均的に全部あるみたいな選手、ね、ウィンセンスとかもそこまで低くなく、うん、ボール出し結構高いんだよね。そうだね、平均的に高くてズバ抜けてるのがジャンプとスタミナなんだよね、うん、でパウリーニョってヘディングがめちゃめちゃ強いんで、うん、やっぱセットプレーとかあと球際、そうだね、かなりね置いとくと有利っていうことと、あとなんとしてもここコンディション安定度が8、持ってるもん何なのかな、 A ですね。で、ヘッダー、無回転シュート、ワンタッチシュート、ワンタッチパス、でチェイシングもあるので、非常にね、なんだろう、持ってる持ち物も非常に、まあ、ヘッダーもちろんジャンプがあるからヘッダー強くて、まあ、このボランチの位置でね、うん、守りの時にもそうだし攻撃参加してくる時にも、あのこのパウリーヌが走り出してくるところでクロス上げてヘッドみたいなのがかなり刺さる、うん、普通のボランチだとそういうことできないんで、うん、パウリーヌだとそれが可能だっていうのが一つ大きく、でかいしね、そうで、あとワンタッチシュートとワンタッチパスを持ってるんで、うん、これもかなり強い能力、そうだね、うん、間違いない感じかなといったところで、あとはね、なんだろう、あの、ね、やっぱりね、数値的に見るとなんかまあそこまでっていう感じなんだけど、キック力とかもあるんだよね、だからちょっと、まあ、地味に、うん、俺が思うにパウリーニョ使ってて思うのは、とにかく点結構決めてくれるのと、あとこの能力指示のものを出してくれるのがパウリーニョかな。だダメなところがそんなに、要は突出してダメなところないにもかかわらず結構一つ一つのクオリティ高いよ、いや本当高いんで、
まあ、コンディション程度も A だしね、うん、ぜひぜひね、あのパウリーニ持ってる方は、まあ、あのコメントとかでも来てましたけど、パウリーニ結構使えますよみたいな聞いたんですけど、はい、まあ、おもちゃ TV も今寝かせてるんでね、何かしらのスカットとかで、まあ、今ちょうど金スカットでパウリーニレギュラーで使ってますけど、はい、またねパウリーニを活躍させていけたらねいいかなというか、今すげえ好きな選手でもあるんで、はい、パウリーニも今後ちょっとレベル上げていきたいと思います。ということで、まあね、銀と金のチケットじゃ来なかったですけど、まだまだガチャの動画終わらないんで、なんとしてもね、ジーコ引き切ったれ、うん、引き切ってね、ゲットして終わりたいと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。ボー